ヒント出して。今アスレチックの、アスレチックのなんだ、間違った、消しちゃったじゃん、語訳を予想会。そもそも遊具のことではない。アスレチック、アスレチックアスレチックが一つの単語。そうです。略詞アスレチックっていう単語があるの。アスレチックっていう単語なんだろう。ヒントは、ヒントは、充実、その遊具を使ってすることの方がどっちかというと重きを置いてるから。アスレチック、はい、番組歌、番組みたい。今番組、はい、奈良さん、体を動かす。まあまあまあ、にニヤニヤ近い遊具を使って、そういうことで、動いて楽しむ。遠ざかった。それを簡単な熟語、いい、私3回目、イエー漢字の熟語にするみたいな。運動、運動、惜しい、動く、ストレッチ、動作、違います。体力、気力、やる気、迫力、迫力、迫力さん。アスレチックの和訳、ストレッチは意味わかんないです。和訳、こんにちは、何だろう。でも本当近い、そう、体を動かすこと、こと、体操、あれ言ったっけ、体操じゃない、体を動かすこと、いくつかあるよ。気持ちの話、確かに、どう、行動面、アスレチック、物事、そのアスレチック、でもなんとかする、役、する役の問題、するってあんまり言わないかも。何とかクイズです。まるまるするっていう言葉にするとちょっと違う。スレチックと一文字目は、お疲れ様です、諦め、ありがとう、バレる、何文字、城之内じゃないわ、漢字で2文字、漢字で2文字、おい、奈良美晴ファンの方かな、なん、城之内って一言で決めてやばい、城之内だよその顔が、やめてもろて、さすれい、春夏秋冬的なこと、春夏秋冬、漢字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 、今日の回めっちゃ良かった、ありがとう。漢字に文字が2つ、ね、あの別の意味とか、あ、難しくない、でも言ってることは一緒です。その、今アハ体育、体育、違うな、おっとる、体育、もう一つ PE じゃないの、わかる、 PE も知らなかったんだけど、いや多分 それはあくまで、あ、そうなんだ、PE だ、そうなんだ、多分、体育と、ともう一つ、もっと言うと、なんていうのかな、測定、体育、測定、体育、体育、5でやるし、あの、ヒント、複数人でやること、え、集団、団体、エンジン、競技競技、当たり、体育競技、え、競技、体育、スポーツマンなどといった意味がアスレチックだそうです。あ、スポーツマン、あ、競技、分かった、ギャップ、そうなんだ、はスポーツマンの方のお洋服に適してる、じゃあよい、そうね、それは分かんないですけど、諦めたの分かった、うん、ってこと、1969年から、うん、そういう運動に適したものを作ってるんだぜってこと、ニューヨークシティで、おー、いけたね、公演後でテンション高いです、そうだよね、自主配信、7周年公演ありがとうございました、7周年配信始められました、7ありがとうございました、ありがとうございました、楽しかった、私は白組で、はい、白がレイちゃんと、はい、今ねいるメンバー発表します、メンバー紹介、はい、メンバー紹介、じゃじゃじゃん、ナンバーワン、レイナーセイジ、イエーイ、ナンバー2、ミハル・ナラ、そして自分おとりだな、ねえ、いいなって、そして貫禄のある日野美村、そしてそして美村さん、ツインテール、かわいいで夢そがべ、そして本日司会を務めさせていただきます、サイアン・カモン
くんですけど、うん、白組が白組がレイナ聖司、レイナ聖司、ミハルナーラ、サヤカウゴエです。赤組が夢なら夢ソガベです。ゆめちゃん、団長と副団長が揃ってます。ゆめちゃん、今日、お行儀悪くてごめんなさい。ワインレッドのズボン入ってきたの。ちょっとね、ちょっとおしゃれにしちゃってね。昨日は全身白。あ、そう、全身グレー。まあ、まあ、まあ、白と言ってもいい。白だよ。白寄りのグレー。止まらなかったら、じゃあね、こう、確かに。違うんですよ、私。昨日のリハーサルの時に赤組のみんなが、うん、いや赤い服着てみましょうってみんな赤いもの持ってきてねって言うから、うん、本当に言い出しっぺカホだった、うん、カホが言い出したから、うん、分かったと思って、うん、いっぱいちょっと引っ張ってきて、うん、そうなんだ、夢も探した探して着てきたら結局なんか赤の私と夢のなんかそのちょっと住んでる、ね、あ紫しかなくてワインレッドね、ワインレッドしかなくて、ワインレッドそうみんな、うん、ちょっと着たらわかる、裏切られて、やっぱり赤組の歪みはそこから生まれたのかもしれない。敗因はね。でも、まあまあまあ、赤組がなんか公演始まる前にみんなで写真撮ろうって写真撮ってたじゃん。それの見たマネージャーさん、赤組団結力すごいよ。まあ白組見たらみんな、あ、白組バラバラ。あの、直前まで歯磨いてた。歯磨いてた。メイクしてたり、みんなあらあら。赤組ね、なんか雑談するぐらい仲良い。あの、LINE グループで。あら、マジか。雑談してる。もう、うちらしか話してない。うちあのさ、あの、わかる？今さ、LINE にさ、スタンプつけられる。あれあれさ、あの機能良くない。あれで済んだと思うな。めっちゃあれで反応してたよね。みんなそうだったね。みんなあれだったね。それをね、ああそう、赤組はうまく使ってました。それもあるし、うん、ありつつ、うん、それがいい時もある。いいけど、あ、スタンプありがとうって時もあるけど、うん、けどこれはなんとかでいいですかって言ってか急ぎすぎてて、そう、うん、もう確かにこれでいいやったね。そう、編集を待つ前に、うん、もう決定しますって言っちゃった方が早かったから、うん、うんうん、ね、うん、頑張ったよね。全然それは私たちもそう、うん、全部やってくれた。じゃあ上から振り返ります。はい、人選人選。そう、人選振り返りましょう。ユニット、まあ、NGT から始まって赤白バチバチで始まりました。そう、赤は、そしてユニットコーナー、うん、テスト可愛いね、はい、赤組から、赤組から天使の尻尾、白組からですか。白組の天使の尻尾ですね。やべ、ちょっとちょっと、やべやべ、お姉さん団長、副団、いや、俺団長全部、あれかわいそうな、白組から天使の尻尾やらせていただいたんですけど、うん、ひなたと、キモ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 、キモキモ言うな、キモキモって言うな、悪口か、誰だっけ、私自分で選んだんです、ミュウミュウ選んだんですけど、シンプルに、ミュウミュウは声が可愛いから絶対にやってほしかった、うんうん、確かに、うん、そしてひなたは自分でやりたいと言っていた、うん、でもずっと、ね、そうアイドル曲やりたいって言ってて、意外とさ、うん、そういうのやったことないかったけど、ね、うん、初だった、天使の初めて、うん、でも、そのさ、清楚なひなたがやるの重要ありありじゃん、うん、ありあり、そうだからファンにあの方が喜ぶなって思って、うん、でゆうなちゃんはなんか3期の中でもういろいろリリカとかね迷ってたんだけど、うんうん、でも意外となんか元気だけどさ、うん、かわいなんていうの、うん、ファンの方への対応とかすごい結構アイドルアイドルしてない、うん、うんうん、それ見てなんか似合いそうだなって、うん、いやファンの人への需要を考えて3人選んだ、いや本当にバランス良かったよね、わかる、うん、ね、夢も一緒に行ったよね、考えた時なんでなんで、ヒノがヒノがあの人選人選してる時も、うん、レイナが人選してる時もだから夢赤白どっちも携わった、うん、すごい人選に、夢がボスです、あ、裏切りだ、実は私が牛耳ってました、うん、あ、そう、サヤも一緒に決めた、隣にいた、あれご飯食べ、はい、いただくのよ、ここ、ああ、ここでは決めてない、白組の時はあの私さ焼肉食べてる時にさ決めてたじゃん、うんうん、あー、あの時ね、レイナちかと思った、じゃちょっとお前ら一緒にいすぎなんだよ、それな、焼肉食べ、焼肉食べながら決めたんで、いい、食いすぎて、いい味が出てると思います、いやでも素敵、そうで赤組もマリナさん、副団長のマリナさんと三村で、うん、まあ、基本話し合ったのとみんなの意見取りつつやったんですけど、うん、1曲目が
なんだっけ、あ、わがままの流れ星だ、わがままの流れ星は結構最後まで悩んで、なんか他のユニットとのバランス的に3期生を1つちょっと少人数ユニット1人入れたかったので、いい、良すぎた人生、良かった、そう、なんかあのそういうのをこうバッて言われてもできそうなユーハと、あと経験者の青で、そこもあるよね、その時間がなかったって言って、そのできるできないもちゃんと考えて、でも夢さ、あ、ごめん、今フリブイしか見てないんだけど、リハの過程は見てないんだけど、フリブイ見たら、アはもう本当にもちろんめっちゃ吸収早いからデザインなんだけど、ユーハが完璧で、いや、わかる、マジで完璧で、正直、本当になんか申し訳ないぐらいだったじゃん、急すぎて、わかる、前日とかだったよね、フリ入れの、前日夜ぐらいだったんだけど、決まったの、完璧で、そうで、だから家でやってきたんだみたいな、もしくはファン時代に、あ、確かに、もうや振り込みしてしてみたいな、もしかしたら全部踊れるかも、言うか確かに、NHK の子、しかもそれでさ、ユーハめっちゃうまいねみたいなダンス、それでそう、まあ、夢がちょっと推薦したみたいな、ちょっと自慢したんだけど、あの、わがままユーハいいよみたいな、いいじゃないみたいな、したらどうだっけ、あれ知らん知らん、どうだっけ、あれ、あれ、ユーハってこっち組だっけ、赤組だっけ、赤組だけど、あれしなかった、あ、違う、なんでもない、ごめん、なんでもない、あの、で、それで、待って、ユーハは、私も思ってたの、自分で、そうユーハがいいって、待って、なんだっけ、勝手にねなんだっけ、わがままの流れ星がユーハが、あ、そうそれで、そしたらユーハが、私本当に一番言いたくて、みたいな、そう、一番言いたくてって言って、そうなの、そう、でもしくは気遣いだとしてもめっちゃいい子だし、本当にそうだったらめっちゃ良かったなって思うし、そう、やりたいとは前日に言われてもなんで、そうそう、いや、なんか一回ね、そのわがままの流れ星なくなっちゃうかもみたいな話もあって、本人にも伝えてて、そうそうそう、でもそう、最終的にやることになったから、いや、じゃあよかったね、ね、よかった、本当にサイズ感だよね、可愛いね、可愛い、プリキュアだったよね、プリキュアだった、普通にさ、出演側じゃなくてさ、客席で見た、わかる、わかる、みんなずるい、みんなずるい、見たかった、普通に今日の子に見たかった、わかる、リハとか超見ちゃった、わかる、めっちゃ見てた、楽しかった、そう、素敵でした、次が記憶のジレンマ、そうです、そうだね、記憶のジレンマは歌選抜です、あら、あのね、 MC で言うの忘れた、まあ確かに、歌選抜なんだって思いました、そうなんですよ、白組の中でも、まあ、歌うまい、こう歌えそうな子をパッと集めたかもしれない、ナナミとマナと、そしたら本当にエイちゃんとリリの、リリ最高だったね、めっちゃ良かった、めっちゃ良かった、マジでめっちゃ良かった、めっちゃ良かった、ナナミのナナミの安定感本当に分かる、分かる、全部安定してるよね、分かる、分かる、リリモのもうすごいリリモのリリモのもうあのすごいまっすぐな声じゃん、そうだから誰とやっても邪魔しない声、分かる分かる分かる、そうすごい好き、分かる、夢邪魔する、そんなことない、ありがとう、素敵、素敵、素敵だった、曲のジェンマ、分かる、よかった、衣装可愛かったね、やっぱ白の、白組の、白、確かに輝いてましたね、素敵だった、続きまして、コンフェッション、コンフェッション、赤組の、あら、我らが団長、団長も出てたんですけど、まあ、チカラと、カイと、カホと、ね、カホとミムで、苦しいぐらい暑かったね。なんかね、赤組の中でもなんかさ、すごいなんか燃えるものを持ってる、ってる人たちがいて、むさ苦しい人たちが集まったよね、そうそうそう、すごいみんなまとまったけど、自分の中でもなんかすごい人情熱を持ってる、そうこの曲に対して、わかるわかる、一人一人が強かったよね、強かった、そう、いや、そうなんですよ、わかる、あそこはマリナさんと一緒に歌わりまで決めた、へえ、いや、よかった、わかる、あれ場所よかった、よかった、歌わりの、そう日のめっちゃよかった、家族が、え、どう決めたの、歌わり、歌わりですか、聞きながら、あ、ここは誰だ、あ、そういうこと、ここは誰だ、なんかさ、2期生めっちゃ体育会系なんだけどさ、その中でもよ、もうよりすぐりの体育会系を選びましたみたいな、選ばれた、確かにこの4人以外ないね、ね、体育会系、嬉しい、今が言ってたら笑っちゃう、熱い派思ったよね、感じたわ、そう、ね、確かに、いや、見たいけど、あの中にゆめがいたらなんか違うよね、潰されそう、絶対違うよね、実はでも殴られそう、殴られそう、あそこに青が行く可能性もある、まあ青行ってももともと青だったんですけど、うん、いろいろあって変えて、そう、それはそれで似合いそうだけどね、青何でもできるから、そう、衣装久しぶりに着れて、あ、ね、コッパーコッパーの衣装、私初めて着たん
そのセレナ様の衣装ね。そう、セレナ様の衣装良かったね、綺麗だね。セレナ様なんて言ったっけ。でもあれ実は赤組仕様にしてたんですよ。あ、わかる。あ、はいはいはい、フリルつけてわかる。フリルに赤が3枚ついてたりとか。そうそうそう、わかる、わかる、ついてるなって思ってたもん。そう、赤組仕様にしてた。やっぱそうだったんだ。わざわざ。そう、すごいよね。めっちゃすごい、それはやっぱりすごいね。そう、ちょっと気づいてた。よかったね、楽しかったね。ちょっとずつ取り入れたりして、赤仕様。え、あれはオリジナル衣装。オリジナル衣装。オリジナル衣装。オリジナルっていうか NGT のコンフェッションの。NGT のコンフェッションの衣装。あ、そうだったんだ。忙しい。なんかありがとう、出演してくれてセレナ。セレナ良かったです。セレナ元気かな。え、MC で出演したの出てない。見た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 。うん。でもセレナ元気かなって。なんかでも夢合ってないから。あの帰りがヤマンダに連絡取って、でなんかヤマンダさんが、あの名前つけてあげるよ。言ってくれたらしくて、うん、え、それ話せばよかったの、返信なくて、うん、え、つけてあげるよまでは話したのに、そっから先はちょっとなかったらしくて、ヤマンダらしいね。今日本番やで、 MC 時間なくてちょっと喋れなかったんですけど、ヤマンダらしいわ。そう、ヤマンダ元気かな。いや、何言う、ファン、あの、ボス。ボス、裏ボスね。そう、裏ボスね。まあそんな感じの2曲ですね。次がなんかパジャドラ決められた。あそこも良かった。なんかエモかった、分からんけど。あれ？パジャドラはね、夢が。そう、夢で。歌組で。本当にマジでパジャドラめちゃめちゃなんか、なんていうの、もう執念があって、なんか、そう、2年前に。執念？2年前に初めて劇場でパジャドラを聞いて、多分。2年前の周年、5周年公演で青と日向さんとヤヒがやってて、それがめちゃめちゃ良くて、客席で見てたんだけど、なんかパジャドラって普通に好きだったけど、なんかこのさ、なんか心臓に来るなんかダンダンみたいな感じがめっちゃタイプで、だからずっとやってみたくて、そうしたら、あの、その私にとってのもう折り面ぐらいの青さんが一緒にやってくださって、青さんとね、だからすごい緊張しました。緊張しました。バランス良かった。ありがとう。夢がやりたいっていうのはしてたので、それをありがとう達成させまして、みんなダンス上手だし、かつ、そう、リカさんもね、やりたいね、うん、リカパジャドラって言ってた。そう、だからそれも叶えられて、え、そうなんだ、よかった、よかった、すごいよかった。ドアはやったことあるから教えてもらって、あ、そうそうそう、青さん、すいません、青さんです。青さん、え、こうやってさ、みんな知ってるのか、なんかさ、瀬戸りは決まっててみたいな、あ、どうだろう、ちゃんと説明は、そうだよね、 MC でちょっと、MC でちょっと、くじで決めた。そう、瀬戸り自体2つの瀬戸りがあって、それもくじで決めたんですよ、どっちの瀬戸り。あ、そうだったんだ。違うの。そう、いや、そうだよ、くじ引いた、くじ引いた。なんか一曲一曲決めたんじゃなく、なんか瀬戸に生まれてたのが紙が入ってて、赤がどっちやる、あ、そういうことだったんだ。でもめっちゃいい、あ、そういうこと、よかったよね、めっちゃよかった。この白の瀬戸を赤がやってたらちょっと違ったし、うん、確かにまた違ったね。確かに確かに、メンツ的に、うん、そう、本当にそもそもわからない方から説明すると、 NGT 紅白っていうのを今日やって、そういう赤白メンバーはくじ引きで引いて、セットリストだけ決まってて、こう出演メンバーとか自分で各々で歌いとか全部決めていいよっていう感じだったので、そう、団長、副団長がいて、はい、その子たちが中心になって決めてくれたっていう、そうそうそう、今日のセットリスト、うんうん、だからさ、聞いたよね、はい、聞きました、うん、だからめ、なんかそんなさ、ゆず聞くっていうか、やりたい曲やらせてもらえると思ってなくて、うん、わかる、普通にボソッと、え、まさかやりたいって言ったら、ヒノが、え、やるやんだよみたいな言ってくれて、うんうん、そう、びっくりしちゃった。スタッフさんもさ、なんかとらわれてる感じじゃないか、言われたことをやるとかじゃなく、うんうん、みんなでワイワイわちゃわちゃ楽しくしてるのを見せたいっていうので決めてくれたから、本当にメンバーで「やりたい!」とかで、ね、「あ、じゃあやる!」みたいなのもあったし、そう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 、似合いそうとかやってくれたりして、うんうん、そうなんです、みんながすごい、うん、なんていうの、めちゃくちゃモチベーション分かる、高かった、うん、高かったね、高かったよ、楽しかった、うん、抱きしめは、抱きしめはね、マジでよかった、あ、抱きしめ、二人もいた、めっちゃ素敵、なんていうの、普段めちゃ結構可愛いタイプの子が、うん、セクシーな曲をやるっていうギャップ選抜、かもしれない、まあ、やらせたら絶対に似合う3人、うん、わかる、嬉しい、全然絵が見えて、初めて、やうちね、初めて、嘘、やったことあるでしょ、めっちゃそう言われて、先生とかにも、
ってなかったっけみたいな。フリーレは知った、ね、めっちゃ昔、ね、もう6年前ぐらいに。でもでも自分たちもこんなんでフリーレした、うん、すっごい苦当時1週間パーティーをやった後に、毎日やった後にフリーレした。そうだ、次の日とかに入るよね。そう、でも初めてだった私。そうなんだ、意外。そうそうそう、やってそうってめっちゃ言われたけど、やってませんでした。初みんなすごいさ、自分の世界観を持ってやってたよね。みんなあのセクシーエッチだった。そう、セクシーな。カロカのお尻がプリプリ。あらまあ、はるちゃんちょっとぎこちなくて可愛いですよね。可愛かった。あ、そうなの。あの声であのセクシーな人してるの。春をね、先輩に置いて、下美葉ちゃん。美葉やったことあるよね。あるよね。もう安定、安定。わかる。めっちゃ好きなんだよ。わかる。声がめっちゃ。わかる。めっちゃ合ってるよね。なんかポッテリしてる感じの。でもあのさ、衣装着てみたくて、すごい憧れだったから。シャツ、そうそう、なんか見られたね。衣装さ、めちゃくちゃさ、なんかこうしたらいいかも。あー、あ、夢の、こうしたらいいかもみたいなさ、めちゃくちゃさせてもらってさ、ミーハイにするか、夢の、夢の、これ夢の、いや、夢のじゃない、マネージャーさんの。アニタイツがいいか、なんかニハイがいいかとか、めちゃくちゃいろいろ考えてもらって、こうしたらいいんじゃないですかとかずっと言っててやってもらって、すごい素敵な感じになったんじゃないでしょうか。でも今回石尾さんすごい協力してくれて、ね、本当にありがとうございます。そう、聞いてほしい。ちょっと秘密かもしれないけど、あのさ、そうパジャドラでさ、おつぼね公園の衣装をお借りしたんだけど、あまりにもセクシーすぎるじゃない、あ、まだ JK じゃん、うん、言って、ちょっと布足されて、ちょっと内緒、ちょっと内緒なんですけど、青がかわいい。どこに布足すと、お腹らへん、青恥ずかしい言ってそう、見えた、見えた、青大丈夫かな、絶対言ってる。青今日ずっとそんな感じだった。てか最近もそうだよね、かわいい。いや、昔からずっとそう。青なんかちょっとセクシーに行こう、青セクシー、本当にその声、青なんで、マジでそう、なんでそんなこと言うの、喉悪くすと。叫んでたの？なんかずっと叫んでたよね。ちゃん面白かった。基本的に一緒に喋ってる。今日着替えてる時にさ、そのフィッティングしてる時、私ちょうど着替えてたらさ、靴下黄色だったのね。で、あのおつぼねの衣装ってさ、パンツスタイルのとこがさ、結構フリフリしてるじゃん。みんなでなんか、アヒルさんみたいだねみたいな、そっちの方がいいんじゃない、めっちゃ描いてたの。プリ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 して黄色の靴下履いてて、アヒルさんじゃないみたいな。確かにドナルドみたいな。なるほどね。めっちゃ可愛かった。それ履いて本人はセクシーだと思って、あ、セクシー言ってた。お腹出る、お腹出る、本当にこれ似てる。そう、あ、お腹出るから、似てる、あ、お腹出してもらった。本人に会いたくなる、分かる、会ってほしい、今分かる。本当に似てると思う、青の声。似てる、うまい、めっちゃ似てる。開花した、すごいわ。だからちょっと布の多さにも注目しない方がいいか。注目しない方がいい。そう、つぼねさん。いや、つぼねがね、出しすぎなのよ。ごめんごめん。さすがだよ。あ、でも私、みはるさんの衣装。作るとき、お腹いい感じに出るように作っちゃったから、で、大丈夫でしたか？うぅー、出なかった。でも、出なかったもん。あ、全然出なくて。この人、胴が短いんですよ。足が長い。違う、胴が短い。足が長いから。胴こんなんです。足こんなんで、そうそうそう。足が長すぎてね。いや、だから昨日めっちゃ食べ過ぎて、わかる、めっちゃ食べ過ぎて、昨日一緒に練習してるから、ちょっとね、さすがに食べ過ぎてたよね。さすがに軽く食べようって言ってたんだけど、なんかデザートまで行っちゃって、デザート本当に怖かった、衣装着るの。なのに今日あのジョジョ園弁当全部、ごめん、完食した。目つぶ一つもさず完食しました。さすが、みはりまた、すいません、長くなっちゃった話。なんか私充電させてるのに充電減ってくんだけど、やばい。これはひののやつは、あ、ひののやつ、あ、使ってる。でもあの豆腐がない、ここ。あ、いけるいける。レイナー、レイナーさんありますよ。あら、ほんと。じゃあ私も借りていい、ありがとう。
ひなの充電器。お水じゃねえわ。ね、今日の差し入れのマカロン食べた。美味しかった、ね。やばかった。今食べたの。今食べたの。めっちゃ美味しかった。本当に。よく発狂しなかった。夢めっちゃでも発狂してましたよ、ほぼ。え、マジで。変な顔世界一。変な顔してた。マカロンめっちゃ美味しい。どこのマカロン？買えればこれと。わかる、夢これネットで買おうと思った。わかる。本当に。え、今日美味しいお菓子多くない？わかる。これ今日のお菓子全部美味しかった。7周年、ね、柴田だよ、嬉しいね。ね、わかる、柴田の来年も楽しみだ。来年の差し入れもどんなお菓子が来るのか。お弁当も楽しみだな。お弁当次はな、次お寿司かな。なんかあ、お寿司がいいな。次。今年は魚。ね、おはしさんありがとうございます。センスありがとうございます。今もう送った。え？ね、うちでの小槌だっけ？うん？うちでの小槌だっけ？うちでの小槌。うちでの小槌合ってる？うちでの小槌ありがとうございます。小槌。うちでの何眠たくなってき合ってるっけ、うって出てくる、うちでの小槌じゃない合ってるかな、うちでの小槌で合ってる、ね、定期的にこれ忘れちゃう。明けおめありがとうございます。次の曲は、え、待って、どこで行きますか。カネドラダキシマ、そうだ、もうあれか、あれ違う、あれその前に大抵やっちゃう、出陣、あ、違う、うん、いや、違います、秋間出陣大抵やっちゃう、秋間パンク、出陣大体やつじゃない、秋間パンクのお酒ですよ、秋間パンク、 あれだ、あ、そうだ、蒸発だ、そうだそうだそうだ、今めっちゃ早着替えだったんだ、秋間パンクは正直できるそうな子を選んだですね、うん、あと、え、あのミユミにはやってほしかったキャプテン、うん、キャプテン、わかりました、どうぞどうぞ、セリエさんがオリメンでキャプテンの時にやってたから、あ、めっちゃ可愛いくたばれだっけ、そう、キャプテンのポジションをキタリエさんがやってて、そういうことね、すごい、そう、サンキちゃんも秋川、うん、踊る2人を、うん、で、ルアちゃんがかっこいい曲やってみたかったって言ってたから、うん、言ってた、よかった、衣装バカ似合ってたよね、あの2人、はい、めっちゃ足長かった、萌ちゃん、うん、足しかなかった、足長い人2人もいたのよ、みゆみゆの私、わざわざリハーサルの動画撮っちゃったもん、足長すぎて、全身写真絶対載せない私載せないね、うん、撮ったけどみんなでおもろい、レニャーはね、かわいい、ちっちゃくてかわいい、足長と思って、そうだ、ちっちゃくて足長すぎますよね、これ見たい見たい、足が短いじゃない、身長が小さすぎる、え、長、え、足長すぎるよ、え、今日見せた方がいいよみんなろうが、アルバムに入ってたさ、集合写真がさ、あのユニットごとに撮ったじゃん、うん、でもなんか遠近法みたいなレイニャンもレイニャンの良さがあるから、端端でボテッとしたのと、こっちなんかも鉛筆みたいな習字の筆と鉛筆みたいな感じレイニャンは遠目で見せる、可愛いよ、見て、足長いでしょ、いや長すぎる、やばい、長すぎる、どういうこと、足が長すぎる、え、衣装着てる、顔と足しかない、なんか下だけ、え、てか衣装着てる方がやばかった、なんであんな足露出して長いの、ね、あ、じゃあ衣装じゃないわこれは、いや本当に足が長い、なんでゆうちゃんそんな痩せてるんだろう、みはるちゃん眠そう、やべ、うちも眠い、あ、なんでしたっけ、次、あ、気管パンクが良かったって話、うん、あ、そう、蒸発した水分、あ、これはひなじゃん、私が結構反省しました、なんか意外なメンバーだった、そう、蒸発今回し、え、赤で引いて、なんかそのなんかアッパーに行けば多分私が歌い出しをさせられるんですけど、そうね、で、マイナさんもそうしてほしいみたいに言ってたんですけど、まあまあ、まあ、それも、それみんなも、まあ、確かに確かにつまんないというか、多分分かる、分かる、そう、なんかもう見飽きてるなって思って、そんなことはないよ優しいですけど、まあなんかそのだったら私はもう一曲の方やりたいですって言って、まあ、出陣の方、いや、あれ監督やばかったガチで、あのリハね、見てたんだけど、ね、うん、やばかったよね、そう、ずっとみんなで、え、待って、監督やばくない、絶対着物着てやるべきだった、わかるわかるわかる、そうだけど、そうそうそう、ごめん、まあ、すごかった、なんかもう、なんかちょっと、ありがとう、そう、まずちょっと出陣置いといて、監督、うん、そうだ、蒸発した水分の方なんですけど、まあそう、私がだから、まあ、じゃあ出陣の方やりますってなって、じゃあ誰に一番最初のゆきりさんと交換しようかなってなった時に、なんかどうせファンの人はみんなどうせ三村だろうって思うだろうから、全然違う子にしたくて、いやマジ意外性あった、よかったね、めっちゃ良かった、で三期生のスイーズなつきちゃんにね、うん、じゃあ歌わせようと思って、いや最高だったね、
蒸発したスイスイで。おお、そういうこと。そう、プップップップ一応そうでしょ、結構そっちが先だったんですよ。どっちかというと。そういうこと、ね、水分と水水、そういうおもろさあったんだ。そういうこと、水分と水分の水図です。そうそうそう、そういうこと。そう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 。どっち笑うところ、今感心するところ。ああ、よかった、うん、よかった。そうで、でしかもなんかめちゃくちゃ練習してきてくれたらしくて。話していいですか、はい、あのそう、スイスイめっちゃうまいねみたいな、うん、A メロがあまりにもうますぎて、うん、めっちゃうまいねって言ったら、うん、なんかでも今日練習してきたんですって言われて、うん、あ、頑張ったねって言ったら、うん、なんか今朝も2泊る前に行ってきてって言われて、カラオケに、やばいよ、カラオケに今日わざわざ行って練習してきたって言ってて、でも、もっと練習したでしょみたいな言ったら、あ、でも実はずっと練習してましたみたいな、ずっとカラオケ行ってみたいな、うん、もうすぐカラオケのランク上がりますって行きすぎて、なんかその会員のランクみたいな上がりますって言って、昨日もリハの前後で行ってきたんですって。リハ行く前と行く、え、結構遅かったよね。早かったし遅かったよね。カラオケじゃなくてさ、先生呼んでほしいよね。確かに、そうそうそう、お金かけて、ね、しかもさ、ごめんもうこの話してごめん、あのさ、その蒸発した水分の振り入れっていうかリハーサルが3日前とかやったっけ、4日前とかだっけ、うん、いやね、そんなリアルに4日前とかだったじゃん。しかもその時にスイスイポジションっていうか自分が歌い出しってことを知って、そうだ、ね、めっちゃ可愛くて、え、うん、どうしようみたいな、本当に可愛い、しかもあの身長でめっちゃ豆使い、どうしよう、食べり方めっちゃ可愛い、どうしようみたいな、可愛かった。だからそこは毎日行って練習したなって思って、うん、もうおばさんだみたいな。だからさ、ごめんこんなに話して、あの夢がなんかこう夢がこう見送るんだけど、スイスイが A メロで出てくる時にイントロが、そうだね、2番って、そうそうそう、したらもうあのちっちゃい背中でさ、こう歩いていく姿がもうなんかさ、登校していくなんか小学校日にちの1年生みたいな、なんかもうママの気持ちになっちゃった。送り出してたんだ夢、実はあれは新1年生だった。頑張ってきなよって気持ちと、ちょっと切ない気持ち、そういう気持ちもこもってるっていう、しかもね、可愛いのが緊張して肩がこうなってて、ねえ、やばい、ブレスとかもね、あるからね、かわいすぎ、かわいすぎ、すいません、長々と。ここで息するとか決めたのかな、ね、したらあれ、息続くのめっちゃ難しい、わかる、いや難しい、もう息が本当に高い、その、いいタイミングで吸いなみたいな。いや、私折り面だけどさ、1回しか披露したことないかも。蒸発した水分ですか、うん、確かに少ないよね、あの、キラキラつけてる時は、うん、指しかない、1回だけ、折り面でやったの1回だけで。あれだよね、シングルのさ、握手会の前の全国握手会、うん、こっちで1回かも、あ、コンサートで1回やったな、うん、ゆきんさんがちょっとしてか待って、もう1個言っていいか、ごめん、こんなのあのさ、ね、スイスイエピソード、そう、何だっけ、他の、違う、か歌って、風が吹いて枝が揺れて日差しの滝が吐いてくからお友達が来る、そっと瞳閉じれば、ありがとう、そう、あのリハーサル中に、そっと瞳閉じればって歌った後に、え、待って、なんだっけなんだっけってなっちゃって、可愛かったの、可愛い、そしたらそこが遠い彼方ね、なんだっけ、そうそうそう、そしたらね、もうさらに尊いのが、後ろでマリナさんが意識だけが動いてて歌ってあげたの、ママちょっとライバルいたわ、おばちゃんでいい、おばさんでいい、マリナの方がママか、そうだよね、確かにちょっと負けた、本当になんか尊かった、やっぱ赤組、いや、ちょっとそういうとこありますね、まあそれはそうね、すいません、こんな話なくて、すいません、まあ、見えない、喋ってください、ごめんなさい、ファンの方もね、スイスが歌い出したの意外だった、意外だね、意外だったね、めっちゃいいし、本当に上手かった、めっちゃ良かった、恥ずかしかったもん、あなた歌うの、え、あなた歌うの恥ずかしかった、あなたたちはもう歌えないでしょ、何食べてんのちなみに、せんべい、うん、何それ、ここにあるやつでしょ、うん、まだある、うん、何味か取ってこようか、え、取ってきて、じゃあつないどくね、先輩の前2個通んなきゃいけないからさ、ちょっと夢だよ、やばい、これ何があるか分かんないから、夢だよ、やばい、やばい、見て、何、じゃーん、わー、じゃじゃーん、じゃーん、全部やばい、マネージャーさんが全部持ってきてくれた、しかも結構あるじゃん、見て、全部持ってきてくれた、ほら、ね、これズイカだよ、でもなんかあれですね、さすがに美味しい、食べやもよ、ずっと口に、これ何、味いってるの、
え、絶対美味しいんだけど。あるわ。くっついつくっついみはるさん、おはようございます。ずっとスイスの話ばっかしてます。スイスの話ずっとできる。白組も赤組もみんな歌上手ですよね。わかる。なんかさ、いっぱいね、歌ってきたからさ。そうそう、新潟で有名なスイス。え、なになになに、もう一回。はい、いただきました。新潟で有名なスイカって言うとさ、新潟で有名なスイス。やばい、もう限界、限界だ。やばい、すごい。でもなんかめっちゃおもろいわ。つのが疲れてるわ。いりますよ。あの、一緒に食べよう。これで一緒に食べよう。これが巻き巻き食べたい。一緒に食べよう。あ、でも何、1個ずつであんの？うん、あるよ。でも1個ずつでもあるよ。あ、じゃあみはるちゃんこっちにしな。いいよ。え、私こんなにいらない。こんなにいらない。スイスに、スイス食べな。え、ねえ、これ食べればいい。ねえ、そうなの。全部持っていかないで。ありがとう。このザラメがいい。そうなんだ。ホントセットがいい。え、最高。ザラメが大好き。え、やばい、いただきます。ザラメが好き。子供みたい。ラーメン部の先輩のクレモンが。え、梅のさ、これ美味しい。待って、そう。ごめん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 。これ梅のこれ。あ、そうそうそう。なんかさ、あのさ、ポタポタ焼きの味する。梅のポタポタ焼きの味がする。これ梅の粉末も入ってる。うん、砂糖美味しい。うん、それと違う。うん、梅ザラメみたいな。うん、多分それ違う。甘っぱい。え、これ止まんな。これ美味しい。え、梅ザラメ火のも食べたい。あるよ。あ、なんですって。梅ザラメ火のも食べたい。やべえねえやん。やばい、待って、半分こしよう。一枚はあげられないわ。うん、食べてない。え、わかんない。これがそうだったのかわからない。私は食べた。ここにもう一枚あげろよ。いいの、美味しい。え、これに入ってないの？ちっちゃい方に。わかんない。でもこれなのかな。今食べたやつがそれなのか。え、せんべいって太るの？え、まあ、うん、お米だから太る？めっちゃ太るよ。うん、違った。せんべいってさ、太らないと思ってたんだけど。太んの？うん、うん、わかんない。わかんない。太んない。甘くないから。太んないから食べよう。太る。せんべいってゼロカロリーだと思った。違うの？こんにゃくゼリー。違うんだ。全部おいしい。いや、待って、おし、これでご飯いけるんだけど。うん、確かに。やばい、米米。レイナとゆめってさ、絶対さ、どんな食事屋さんに行っても、ゆめ、うん、たちだけ白米頼むの。めっちゃ男子中学生みたい。わ、うんうん、かる。白米ないと6人いて、白米いる人、はいって2人しか手を挙げない。だってさ、え、もつ鍋食べて白米食べないって、うん、いや、わかる、すごいよね。偉いね、みんな。え、食べないなんで。え、もつ鍋は食べない。え、気にして。いや、なんかおかずいっぱいあったから。え、なんか消化できない、なんかリセットできない。もつ鍋だけじゃ飲み込めない。リセットできないよね。もつ鍋プラスその倍のご飯をかけ込みたい。かき込みたい。まあね、マジで男子中学生。うん、でもさ、新潟のお米って美味しいからさ、うん、頼みたくなる。そう、太らないし。うん、やわかる。結局ね、白米が一番うまいよ。お米って本当にいいよね。うまがん。焼肉はファンの方からもらいました。焼肉もご飯食べる。めっちゃ効いてくる。うん、焼肉もご飯食べる。プンまではあるけど。頼まないと食べられない。プンマ以外ないよね、書いてあるとしたら。アジアエース。アジア S です。はい、ただのサイズ途中だった。次が出陣と抱いてやっちゃった。いや、うん、出陣はそう、さっきの流れで、うん、じゃあ私出陣のゆかさんやりたいですって言って、うん、実現して、うん、あと3期さすがにひのちゃんの曲だったね、あれは。うん、あれよかったね。嬉しい。あれすごかった。ちょっといつか着物でやりたい、うん、ね、やってほしい、ね、でもあれだな、なんかミニタケの曲。そう、あれトイロ、トイロとか借りてたらいいよ。いいんですか。いいよ。もう一回夢の使ったしねえ、なんかその丁寧にしてそう。でもあれですよね、踊れて、踊れて着物はあれです。確かに、うん、確かに、うん、え、もう2人だけですか。うーん、あー、そうじゃん。そうです。うちら残ると思んなかったね。うん、一番でもないけど意外だよね。うん、
かななことか太郎かなって思ってた。あ、分かる分かる分かる。みんなで話してたし。私の家内はヒーローの。ヒーローの。ね、聞きたい。でも聞きたい。レモンなのそれ。そうだよ。どれ？え、それレモンだったの。レモン、うん、3種類。あ、そういう意味違う。ね、まあまあまあ。まあまあ。どっちか。でもない方が美味しい。うん。ない方が美味しい。素材の味。そう言ってたね、レモンあるよって言ってたから。マリナさんがわざわざ蒸発した水分と出陣がいいっつって、うん、もっとなんかわがままな流れ星とか本当やらせたかったんですけど。いや見たいな、それは。うん、見たかった。本当は私のこの瀬戸に引いた時の頭でパッて浮かんだわがままはリカさんとマリナさんの。まあまあまあマジでそれじゃん。でもリカさんパジャドラがいいっつって、マリナさんは、まあまあやりたいのやるのもね、うん、大事だよね。こういう時はで、これは私の脳内のだけで終わった。でもマジで見たかったわ。リカマリナの、うん、巨乳部になれるようにでマリナがふってやってるのめっちゃ想像。確かに。ハルちゃんもそれが見たいです。見たかったな。結構ご利用ししたよね、うん、なんかやってくださいみたいな。もうちょっと結構言ったよね、うん、結構言ったけど、いや本当に本当に本当に無理無理無理。うーん、結局だから私もこのオリジナルどっちもオリジナルだからみたいな。あ、蒸発は違ったっけ。うん、いない、ね、違うか、うん、でもそう、出陣オリジナルだしみたいな。で、蒸発した水分歌いたいなって。だから結局そっちに乗ったんですよ。ザラメのおせんべい美味しい。最後にすいません、うん、もう全部持ってっちゃいましたね、もうこれで大体やつね。最後負けたよ、それは。めっちゃ落ちだった。大体やっちゃね。いや、一番最後でよかったよね、セットリーの。この曲ってもうネタ曲。確かにネタ曲いいんですよね。でもリカがいいって言ってた、うんうん、あ、そうなんだ、うん、で、やるなら本当にあのふざけてほしいみたいな。おもろ。中途半端にやったらやっぱ曲に失礼だから。そうだよ、ね、ふざけるならふざけるみたいな感じ、うん、で、本家様がそう言ってくれたので、うん、もうふざけ倒そうと思いまして。うん、リカごめんなさい。最年少のリカにあれを歌わせるっていう。あと、花江ね、うん、めっちゃ良かった。振り付けとか見ちゃいけないものを見た感じ。わかる。あれ演出が、演出はほんまひなたで、周りはもうおじターンなんだけど、おじターンじ。でも1年間だった、あのコーラス。したかった。ガチで言ってるよね。誰がさ、真顔であれやってたらおもろいかなって考えた時に、うん、もうメンツがそうだった。でも結構頑張ってよ、真顔で。めっちゃ笑わなかった。リハは笑ったけど、すごい本番は笑わなかった。そう。みんなの真顔がマジでよかった。リカさんと真顔で。ずっと。いや、ひなたとはるかの無駄遣いずっと言ってた。ひなたの無駄遣い、ステージ上で言ってほしかった、うん、歌いながら本人出てきてひなたと言ってひなたのツッコミながら出てきてほしかった、マイクでずっと言ってました。みんなそうなんだけど、なんで3期生の後ろで歌ってるんですか。でもいたって真剣にうちらはね歌ってたからね。1期生様がバックダンサー、うん、だってちゃんと中学生までつけて清掃で歌ってたからアルバムのセンターとシングルのセンターが後ろで踊るっていう、めっちゃおもろい。衣装さんすごいエピソードありますよ。なんかおじさんの服が足りなくて、あ、買いに行ったらしいです。あ、そう、それ私の衣装。おじさん金かかってんな。ちなみに私の衣装。そうだよね。そう、なんか今日ではないとか言ってたけど、え、同じのあったの。今日じゃないか、そっか、あれどこで。いや、なんか同じのじゃないけど、あ、なんか似てるやつ。え、うちだけ違うかった。メンズ知らなかった。わかんないけど、うん、おじたんラブラだからできること。どうだった、抱いてやっちゃう。でも衣装あんな完全再現だと思わなかった。てめえなんかさ、うん、冗談でさ、衣装滝章だったらいいねとか言ってたけど、うん、ね、本当にあれだと思わなかった。でも真ん中の2人もすごい豪華なさ、うん、そう、あれ本家だよね。リカがさ、え、本家の服じゃない、え、違うの。なんかリカが羨ましかった。私もめっちゃ露出されるのにさ、布多くてずるいみたいな。本家じゃなかったんだ。本家だと思ってた。よかったよね。そうそうそう、中学生の多めでね、うん、え、それで言ったら機関パンクもね、中学生、うん、てか若い3期生の2人は、うん、ヨアちゃんとか中2じゃん、うん、だからむちゃも3期生でまだフレッシュな感じだから、露出させないようにっていうので衣装2人のはもう決まってて、それ以外は露出してもいい衣装を。あ、そうだったんだ。私の網と見るはだいぶ露出してた私。あ、でもあれでも控えました、うん、レイナさんの一番最初に出たすごい露出してたよね。やばかった、なんかほぼ
下着みたいな。なんかさ、すごい形じゃなかった、うん、なんか。でもあれヤヒがコンサートで着てたやつなの。おお、あれが中が黒か白かで全然露出の感じが違って。なんか白だった、なんか白だった。あ、だからか。銀みたいな。なんかすごい色だから、ね。すごかったよ。ね、あれヤヒって上着てなかったんでしたっけ？あれだけだった。あれの中に穴が黒だった。あ、まあ、黒だったから。全然違って見えるの。黒。マジで。ありがとう、今日調子いい。めっちゃまつげ長い。それでデジャブのまつげ下地が一番いい。わかった。ないことじゃなかった。ね、でも紅白赤白でやったのはこの曲ですよね。うん、あとまあ全然フューチャーされてよかった。ね、え、何かとかは？あ、何かもあったわ。心に太陽。あ、全体のね。何かね。これも良かったね。うん、良かったですよ。心に太陽まず好きなのよ、ね。良かった。あ、これは私がセンターそう、うん、決めてる時にやりたいって言って、ね、いいよいいよ、やりなーってやらせてもらいました。あれ良かったね、あの起き上がる。起き上がる。あれ夢だったんだよね。めっちゃ綺麗だったよ。初めてですか？初めて。へえ。やってそう、やってそう、やってそうだった。そう、体格的にもちっちゃい、うん、確かに好きな身だったから、うんうんうん、練習してたでしょ、実は3年前から。え、なんで知ってんの？マジで狙ってた。言っちゃダメなやつじゃない？ごめん、今日言っちゃダメなこと、めっちゃダメなこと。3年かかった真ん中に立つまで。そうだよね、本当に良かったね。報われたね。しかも自分でやりたいって報われたね。報われたわ、自分で報われた。まあね、団長が好きだった。折り面だしね。あ、そう、折り面私だけやったね、うん、そうだね。そっか、あとマリナさんしかね。11年の選抜だったけど折り面私だけやった。そう、マリナが、うん、よかった、めっちゃ、うん、瀬取りよかった、うん、よかった、ね、え、でもガチでさ、何が各団長、副団長さんさ考えたよね、誰が誰とか歌割りとかさ。あ、考えるのめっちゃ楽しかったんだけど、あとメンバーで考えるのやりたい、また、やりたい、メンバープロデュースみたいな。今やりたい、もうちょっと大きい声で。メンバープロデュースでさ、またこういう公演できたらいいよね。でか、確かにメンバープロデュースってテンション上がるよね。全員で会議室に行って、うん、あ、やりたい曲をあのどんどん出してって、うん、この曲私やりたいっていうのを積極的に、うんうん、話し合うみたいな。わ、うん、かる。なんか、ね、大人の方にも協力してもらって。 いいね。ドア閉められた。ドア閉められた。あんま聞いたことなくない？マリアさんが昔一回やったことあるんだって。で、マリアさんにやってた。ノエが何かがいるような最後のセリフを奪っちゃった時なんだっけそれ。外のライブ、あ、めっちゃ周年の外でめっちゃわかる、言いたいこと。何かがいるよってマリナが初センターで最後、うんうん、何かがいるよってやるはずが、ノエがなーにマイクに入れてでっかい声で言っちゃった本気で、本気でっていうか、あの間違えてっていうか、間違えて入っちゃったってこと、マイクに。そうそうそう、マジか、ほらなーにマイナがめっちゃ全部想像できる。聞いたことある、わかる、なんか聞いたことある、確かに。それで、ね、マリアさんやりますって聞いたら、うん、あの最初は、まあ、やるかみたいな話だったんですけど、うん、でも終電だからオリポジがいいってなって、うん、結局、うん、そう、じゃあ青にしますっつって、うん、ちょっと青が見たかったから、よかった、だからめっちゃ似合ってた、独断と偏見で決めちゃって、めっちゃよかったよ、うん、あの振り付けが青に合ってる、うん、わかる、わかる。あと声が合ってたね、そう、高いから上手だった。何かがいるようなささやき、すごい、全部解説した。練習したかな、あれカラオケで、カラオケで食べる、食べるそこだけリピートした終わったらまた消して入れて演奏停止
それだけで練習も、あ、あのいつものやつで練習してたんじゃないの？いつものやつ？ピアノ？え、違いますピアノで音取ってた夢がモノマネしてたやつあ、何かわいいよで、ね、本番前にあ、あれ言えないんだけど言ってたんかいだから、何かがいるよって言っていいかないや、ちょっとささやきなって言ったらやってくれたモノマネまでいくらでもできるやばい、ずっと見てたよ、そのモノマネシーンマジで青って書いてあるの青ってね、クリアルのスポットみたいなほんとにこれどうする謎そう、うわー、忘れるわ言ってもう一回なんかなになにあ、青なんでね、ヒノの、ヒノのなんヒノうるさいセクシーだったらもう一回聞きたいあ、セクシーだったかな大好きあ、セクシーかわいい、あおちゃんに会いたいなんか 夢が青のモノマネさ、声からしながらやってさ、青だけの株が上がるって結構悲しい確かに夢もそれ始めればいいじゃん分かっただってモノマネ9だから夢でも夢ってなるよ、うん、夢かわいいかわいい青なんだよな青なんだよな普通に青なんだよダメじゃんこんな感じですね楽しかったねでミノモリもさえ何ポジションっていうかさあのさ感想のダンスでペアダンスみたいなとこやるじゃん、うんうん、なんか手合わせてこういうダンス、うんうん、あれが赤組が赤衣装で白組が時衣装だったんだけど、うんうん、そうそうペアごとにペアごとに白ペアでめっちゃ綺麗だったと思う分かんないけどあとそのペアの前のさあの何ていうの階段じゃなくてあ山台山台でさみんなが踊った感じで紅白なんか AKB 紅白思い出した、ね、あれ楽しかった確かにひな壇楽しかった抜かれてるかなどうだろうあんまり抜かれてます暗いからでもさやっぱりそういうのってまだ3期生ってまだちょっと気使ってくれるっていうか気使うじゃん、うん、だけどなんかはるちゅんが1回目会ってみたいなはるちゅんに来てって言ったらめっちゃ来てノリノリでやってくれて可愛かったなんか来てくれあ、本当3期生結構順応し始めてる一番最初の MC でしたっけあ、そう、え、紅白私たち、なんかね、かかってみたいな あれよかったね下りで、その、もやちゃんとはるちゅんに振ったんですよ、うん、レイナさんが、うん、そしたらちゃんと、いや、本当に緊張してるね、演技をねえじゃないと紅白に出れて、うん、嬉しかった先輩方、ありがとうございましたみたいな、肩上げてくれて、そう出陣の後の MC もね、うん、憧れのひのさんと一緒に伝説のひのさんって出てた伝説のひのさん伝説のひのさん全然着替えてた方がいいよ伝説のひのさん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 スモモスモモとハルチュンとユウハがいた LGT カラーにめっちゃ染まってね、染まってきたねあ、そう、ごめん染まってきた受けてるからな多分あれだよねあのニコ生さんのあそこで多分気づいたんだよねあ多分ついてってこれついてかなきゃいけないんだ多分諦めたよね一回あの日はちょっと引かれてた、うん、引かれてたと思うでも2期生は悪くないええってこと2期生じゃないよねあれ2期生じゃないあれあれ2期生だったいや2期生ノリノリでやってくれてたじゃん待ってあれってなんだあれあれはあっ違う待ってあっちだったごめん白い光あいやでももう一個の追っかけるクリスマスのやつもなんだっけ予約したクリスマスでしょ あれもリカさんに持ってるのを天岐阜を追いかけるそう天岐阜を追いかけるアイドルやばいマジでしかもクリスマスに最悪なんだけど私が予約したやつやばいそう2期生が回り始めて2期生でもさそれが NGT じゃんアホやなアホなんだよ入学したクリスマスだったんだ、ね、そういうのも全力でやれるのそうそうそういやなかなかいないそれも含めてさ切って、ね、この間さリハーサルでさこうパッとなんか周り見たら、うん、なんかみんなたまたまなんだけどその時、うん、たまたまみんな1期生2期生1期生2期生で話してて、会話2人ずつ微笑ましいねすごかった本当に仲良しだなと思って、うん、いつからこんな仲良くなりましたね確かに全然覚えてない仲良いよね仲良いよね本当に嬉しいまさか一緒に初詣行ける中に ねえどうよお守りどこに入れてるお財布お財布机の上おい飾って飾って
机の上に守れて持ち歩かなきゃね。そうなの、身につけるもの守ってもらえない。分かっ家めっちゃ今守れてる、ね、そうだ絶対入らない夢の戸締まりすごいことになってでもさ、あのみんなでさレッツゴーっていう時動画回してたじゃん、ゆみちゃんたち。レッツゴー、レッツゴー、あの初詣、初詣、レッツゴー動画撮ってましたっけ。え、動画撮ってなかった。レッツゴー、何レッツゴーって、いつの話。初詣のいつ、初詣の合流した時に、うん、ああ合流した時に、ああ、まあ撮ってた ね、あれちょっとミハがうにゅ SG に SG 書きながら走ってきた。あ、そうそうそう、 DNA みたいな、マジでこうやって走ってきた。DNA みたいな、夜中のホワイト2時ぐらい、そう楽しくなっちゃって見つけた。でも嬉しかったよね、あえて嬉しかった。それぞれさ、ね、配信一人でしてたじゃん、私も一人でしてて、うん、みんなと合流して嬉しくて、嬉しくて SG で走っちゃった。かわいい。でその日からさ、マナがさ、ミハちゃんって呼んでるの知ってる。え、そうなの、みはちゃん、あれさよのめいちゃん、みはちゃんだよ。そうなんだ、いつもりかみはるちゃん、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 なんとなくみはるちゃんがいい。みはるちゃん、みはっていろんな呼び方されるよね。みはちゃん、みはぴよ、みはぴよ、なら、昔ならみ、なら、僕だけだけど、ノラちゃん、ノラちゃん、ファンの人でもさ、いろんな呼び方いない。うん、ノラちゃん、ミハちゃん、確かにノラちゃん、ミハル、ミハ。あと昔ダンスの先生にピーって呼ばれてた。ピー。誰？ひよこ、ひよこのピーを呼んで。はや。まだちょっとレイナさんとミハルさんだな。いいよ。え、レイちゃんって呼んでよ。え？だってめっちゃナチュラルに呼んでるよ、普通にね。いやちゃん、あら、いやちゃん、あら、あら、あら、ヒノが珍しく大御所ですよ。好きな男の子のことを初めて分かる。あら、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 照れてる。ちょっとドキッとしちゃった。私、このファンの人に思春期の男子中学生かって言われたことあって、いや、ひのちゃんってそうだよね。分かる、ひのってそう、そういうところあって可愛い。今結構ガチで照れてるでしょ。そういうところが可愛い、ガチで照れてる、結構ガチで、ガチで言い返してこないよ。そう、じゃあ目を見て、目を見てよ。外カメにしていい、外カメにしていい、外カメにしていい、する、やばい、目見て、れいちゃん、みはちゃん、じゃあみはちゃんか、可愛い、やだ、分かる、可愛いよね。待って、ねえ、ちょうどチル、ちょうどチル、ねえのうちか、ねえのうちだ。はい、みはちゃん、かわいいな、ダメだ、ねえ、めっちゃかわかいよ。やだ、赤組だから、赤組だから、さすがリーダーだけでは飽きたらすごい。なにこれ、じゃあとりあえずじゃあみはちゃんから行こう。みはちゃん、え、なんかドキドキ、わかる、なんか甘酸っぱい、甘酸っぱい、甘酸っぱい、甘酸っぱい。次、れいちゃん、れいちゃん、れいちゃん、ちょっと見て。はい、いいよ。あら、罪な女。ねえ、れいのうち、れいのうちいる、れいのうち、早く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 、れいちゃん、しかもちょっといい声だった、れいちゃん、優しく言ってくれるね。いいね。甘酸っぺーな。よかった。よかったわ。いいね。やっとだってずっと敬語、がっつり敬語の会話しかできなかったんですけど、やっとタメ口を混ぜた会話ができる。確かに確かにね。昔確かにずっとね。全部敬語だった。何々さん、何々です。何とかしてくださいます。何とかしていただいてみたいな感じだったよね。本当にありがとうございました。ちょっとね、わかる。敬語ってね。混ぜながら喋れば、あら、みはちゃん、やだ、なんでこんな違うの。ゆみりんも呼んで、みはるちゃん、なんか違った、違ったらしい、二人きりにならない方がいいよ。気をつける、気をつける、今夜待ってるよ、ゆめとは絶対今夜待ってるよ、気をつける、気をつける、気をつける、呼ばないの、レニョ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 、お前ら、お前ら、お前ら、レニョ、昨日ね、昨日この前ご飯、あの
先輩後輩で行った時になんか夢が、うん、私先輩とご飯行くの飲みに行くの、あそうお酒飲んだんですよみんなで、みんな大人だったから、うん、先輩でお酒、先輩とお酒飲むの初めてかもしれませんみたいな、私こう角と角に座ってて、うん、初めてかもしれませんって言った瞬間思ったんだけど、えお前さ私のこと先輩だと思ってないよねってなるじゃないですか、ね、私めっちゃ夢ともう何回もお酒飲みに行ってるんですけど、うん、家でも飲むぐらい、うん、宅飲みもするぐらい、うん、めっちゃ仲いい先輩なんですけど、いい先輩後輩の関係だと思ってたんですけど、私の先輩だと思われてる、ちょっとミスったよね、うん、あれさすがにちょっとミス、今やばい、うん、やばいって思ったよ、ね、やばい自然に出てきたんですよ、先輩と飲む初めてかもしれません、目の前にいた日向さんに日向さんの顔あるかして言ってて、あれ二期だったっけ、レイちゃん、あれ日向さんだった、あれレイちゃんって日向さんと美晴さんが前にいて、日向さん、美晴さん、レイナの並びだった、うん、そうだったね、先輩と飲み行くの初めてって言って、うん、私と目合ってめっちゃ気まずそうにしてて美晴さん、でも美晴さん、え、それって年明けの話ですか、うん、じゃあ美晴さんとか飲んだの、じゃあ飲みに行くの、うん、ご飯屋さんね、それは確かに、確かにお家だったから、うん、やばい、めっちゃ見られてた、レニャンから、レニャンさんから、レニャンさんから、レニャンさん、すいません、でもね、私夢とレナ言ってもさ、私が全然飲まないからさ、うんうん、ごめん、それは本当に飲み放題だけは頼むのやめて、本当に2杯しか飲まない、へえー、もったいない、2杯も飲まない時もある、もったいない、もったいない、タッピングしてご飯食べたいんだもん若いよね、若いよね、男子学生だよ、ご飯が入らなくなるんだもん、ご飯お酒は美味しいけどどっちもいける私は、そうね、無限だよね、無限だよね、ゆめも最近ちょっとご飯減ってますよ、え、わかる、食べれなくなった、犬みたいな、食べる量減ってショック、夢、ね、ごめん、そうだよね、なんかレイニャ、何、2年前ぐらいユナコと一緒に死ぬほど食べてたのに、え、わかる、あの頃のユナ、夢のどこ行ったん、そんな食べてた、すっごい食べてた、マジで、どんくらい、え、一生食べてたよね、多分一気に5食分とか、え、本当に結構ガチ、帰ってすごくない、うん、え、すぐ帰ったらいける人、え、本当に、いや、過去はいけた、うん、でももう、うん、夢の最強だった、もうでも引退したんです、僕引退したんだ、今子は今でもそう健在、うん、あ、そうなんだ、止めなければ食べる、うん、なんだっけ、あの寝てる時にも口、あ、そう、なんかゆな子でも最近はなんかご飯食べるのやめるのがなんか眠くなったタイミングで、だからこう、うん、眠くなって、うん、良くなってこうやってなって、もう寝ちゃうなんかすぐこうなるの、なんかご飯目閉じてご飯屋さんでこんな感じになっちゃって、うん、えなんかまだあるよって言ったら口開けて一応咀嚼して飲み込んでまた咀嚼して、だから絶対大丈夫、そうなんだ、そう、そう口に運べば何でも絶対食べてくれる、前にユナコでチョコをこぼしたことある、チョコこぼしたことある、音って全部でも、ね、眠そうにしてたからもうこぼれてんのも気づかない、うん、いいよ、めっちゃ茶色くなってるここ、ゆなこしかもそのワンピース着てた時にそのワンピースオレンジ色のワンピースだったんだけど、うんうん、その時だよね多分、うん、チョコこぼしたの、うん、そしたら別の日は別の日はあのポケットに、うん、ポケットにゆで卵入れてえ、どういうことで、まあ、朝食バイキングのそのポポポそうそうそうそれが食べきれなくてお腹いっぱいになっちゃって、でも残すの申し訳ないってなって、うんうんうん、卵だけだから持って帰ろう、うんうん、ママに持って帰ってあげようってすごい可愛い理由だったんですよ、うんうんうん、それをポッケに入れたそしたらそしたらで、なんか一回普通にゆな子がポッケに入れて、うん、で、ちょっと座席、いや、その瞬間めっちゃ覚えてる、見てなかったの、二人が騒いでるの見て知った、うん、それでこうやってね、ポッケに入れたまま、うん、ガシャンまさかゆで卵が割れたと思うのか、気づいてないの自分もすごい音がしたの、うんうんうん、おならなのかなんかハゲのギーって音なんか分かんない、渋い音が聞こえて座った瞬間ブレーって、自分でびっくりしたの、え、何言うのって言って今の音何って言って、ちょっと待ってって言って見てみたらぐちぐちな卵が出てきて、ゆで卵が大爆笑、ポッケの中もすごかったよね、
すごい殻と卵も最悪。でも本人焦んないのよ、そういうの。わかる。あ、まあいっか。ママにあげようとしたのに。レイニャさんってもう、あ、レイナさんから、レイニャさんから、うん、レイちゃん、レイちゃん、やっぱ育成さんから、ねえ、ヒノ、お酒入ってるって言う、入ってない、なんか楽しそう、楽しくっちゃう、ヒノが酔った時食べてる、ヒノがまだ言わない方がいい、ほんと、ヒノが酔った時は、いや別にいいけど、まだ言わない、別にいい、別にいいよ、ヒノちゃんがお酒飲んだ時ののセリフ、待って待って、これから言っていい、口癖、これから言っていい、これで、これお箸だとするじゃないですか、こう、あとこう、こうやってお箸でこうやって持とうとした箸をこうやって落としたら手元くるっちゃうもう一回、もう一回持って、そんな言い方じゃない、手元くるっちゃう、私のイメージでは手元くるっちゃう、違う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 手元くるっちゃう、違うって、そうだよね、そうだよ、じゃあ見張る話はまだ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 、あったんだよ、可愛かった話です、めっちゃ可愛かった、私のこと言わないって皆さん思ってるから、え、言わないそうなんだ、私本当に言わないんだけどね、酔ってるってか、まあまあまあ可愛い、可愛い、うん、可愛い、ここに戻れました、わかる、危険すぎる、これはね、というわけでじゃあランキングを読んでいきたいと思います、レイナさんから、はい、じゃあ1期生の1期生のレイナさんから行かせていただきます、13位マロンちゃん、ありがとうございます、13位マワさん、ありがとうございます、で、大御所の三村さん13位ケイさん、ありがとうございます、りょうすけさん、ありがとうございます、まゆちゃん、ありがとうございます、12位まっつーさん、ありがとうございます、まりはるさん、ありがとうございます、12位くじちーさん、ありがとう、どぐやさん、ありがとうございます、からぽよさん、ありがとう、11位いつかおしょうねさん、ありがとうございます、11位りんバレラさん、ありがとうございます、ジージーベロさん、ありがとうございます、ケリーさん、ありがとうございます、キムさん、ありがとう、ジュイジョーさん、ありがとうございます、パラパラさん、ありがとうございます、トマオさん、ありがとう、ムラツさん、ありがとうございます、テッチーさん、ありがとう、キュウイ、セイジレンさんがとても心配ですさん、ありがとうございます、エスドットエスアートビアさん、ありがとうございます、キュウイ、MS さん、ありがとう、トウカさん、ありがとうございます、クニさん、ありがとう、タチー、ワタルチさん、ありがとうございます、エムはタピオシでパパパパピア、パパピア、もう一回もう一回もう一回、もう口回んない、エムはタピオさん、ありがとう、パパピアじゃない、口回んなかった、8位でね、タムヒロさん、ありがとうございます、あれ8位、8位今、あ、この間もこういうことあった、ヒンジさん、ありがとう、7位ハルポさん、ありがとうございます、FTO さん、ありがとうございます、むっちゃんさん、ありがとう、あきろさん、ありがとうございます、しんこさん、ありがとう、6位ミスターさん、ありがとうございます、ゆりかぽぽさん、ありがとうございます、こたつねこさん、ありがとう、ほくさん、ありがとう、ホワイトミーケアートさん、ありがとう、5位ひろのまね、ありがとう、たかぴよさん、ありがとうございます、5位いちたさん、ありがとう、おはようまさしさん、ありがとう、しゅうまさん、ありがとう、4位まじちゃん、ありがとうございます、よちきんあとぷよしさん、ありがとうございます、とむさん、ありがとうございます、まさおさん、ありがとうございます、まこちゃさん、ありがとう、3位かかしゃちさん、ありがとうございます、はちゃんとぷぱさん、ありがとうございます、3位しんちさん、ありがとうございます、牛の子供愛さん、ありがとうございます、たむひろさん、ありがとう、2位令和のひじかたさん、ありがとうございます、2位はまささん、ありがとうございます、2位ひめげたさん、ありがとうございます、ゆうきさん、ありがとうございます、とうこさん、ありがとうございます、第1位しゅうちゃん、ありがとうございます、第1位めちゃくちゃ、ありがとうございます、第1位とうこさん、ありがとうございます、赤いひろきょうさん、ありがとうございます、みとふくさん、ありがとう、青だ、エレナイノエスなんでなんでみんな続いてると思ったら違かった、青だったわ、無意識に青だったわ、ありがとうございました、よろしくお願いします、劇場7周年おめでとうございます、
ナナ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 ナミハル。ナナナナナミハル。ナナ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 ミハル。あ、しまった。めっちゃタイミング良かった。しまった。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。